ハインリヒシッツ、ハインリヒシッツ、10月18日、ケストリッツ1672年11月6日、ドレスデンは、ドイツの作曲家、ドレスデン級廷学長。ハインリヒシッツは、ドイツの初期バロック音楽を代表し、ヨハン・ヘルマン・シャインや、ザムエル・シャイトと共に、3S と呼ばれる。大バッハ生誕のちょうど100年前に生まれ、ドイツ音楽に息吹を与えた。 ドイツ音楽の父と形容される。ドイツ語で、出つとは、伊て座を意味することから、そのラテン語である、サギタリウスというあだ名で呼ばれていた。出版学府には生命どちらも、ラテン読みを当てた、ヘンリクス・サギタリウスを示すものもあり、また自ら署名するときには、ラテン語を意識して、ハインリヒを必ず、ヘンリヒ・ヘンリクと書いたという。1585年に、 ドイツ中部チューリンゲン州ケストリッツで宿屋を経営するクリストフ・シュッツとユーフロジーネ・ネビーガーの長男として生まれ、翌日、同地のセイレオンハルト教会で洗礼を受けた。1590年に、家族はワイセンフェルスに移って、新しい宿屋の経営を始め、ここで少年時代を過ごしている。1 5 9九年、十四歳のシュッツは、ヘッセン・カッセル・ホーハク・モーリッツに、 音楽の才能を見出されて、カッセルの教会学校の歌手となり、ギムナジウムに入った。1607年からは、マールブルクで法律を学ぶことができるようになり、同時に、オルガン演奏と作曲の勉強も始めた。卒業後、紅白の奨学金を得て、1609年に、イタリアに赴き、ベネツヤさんマルコ寺院のオルガニストである、ジョバンニ・ガブリエリの弟子となった。この間、 1611年に最初の公式曲集、イル・プリモリ・ブロディ・マドリガリを完成した。死の床にあったガブリエリから、シュッツは指輪の遺像を受けている。シュッツが、師匠と呼んだのは生涯でガブリエリただ一人であった。その師匠ガブリエリは1612年に亡くなった。翌1613年、ドイツに帰り、ハク・モーリッツの計らいで、カッセルの第二オルガニストに就任。 1615年、ザクセン選定校の宮廷に移って、ドレスデン宮廷楽団の指揮を委ねられた。当時の学長ロギエール・ミハイルは病気療養中で、ミハイル・プレトリウスが代行していたため、はじめは、プレトリウスと並んで指揮を取っていたが、1617年に、正式に宮廷礼拝堂付きの作曲家となり、1621年に、プレトリウスが死んで、あとは、 1672年に亡くなるまで出が学長の地位に就いた。この間、1619年に、ダビゲシュ編歌集を刊行して網白に検定した。同年に、マグダレーナ・ウィルデックと結婚し、その後、二人の娘を得たが、アンナ・ユスティーナは17歳で亡くなった。一方、ユーフロジーネは、ライプツヒ市長を務めたクリストフ・ピンカーと結婚した、ものの、 彼らの娘ゲルトラウというフロジーネには子供がなかったため、シュッツの血統を与えている。ドレスデンの学長職について、最初の10年間は学団を組織する仕事に従事、できた。学長としてシュッツは、合唱団と気楽奏者たちからなる宮廷学団の監督を行った。場合によって、政治的な判断さえ行いながら、宮廷の音楽すべてに責任を持ち、 教会音楽も世俗音楽も手掛けた。しかし彼の手による劇場用の世俗音楽は大抵台本が印刷されただけで音楽そのものは失われている。ドレスデンに移って3年後の1618年、30年戦争が勃発した。悲惨にもドイツ人口の3分の1以上が失われる結果になったのみならず、ドイツ文化が徹底的に破壊されることになった。 1620年代後半になると、戦況の悪化とともに学長としての仕事は中断され、後の人生はバラバラになった楽団を再編成することに費やされた。しかし残された作品を見ると、この時期から以降に充実した作品を次々と発表するようになっている。ただ、その間に何度かドレスデンを離れた時期がある。1628年には再び、 ベネツィアを訪れ、クラウディオ・モンテベルディに支持している。1633年に結婚式の音楽を作曲するためコペンハーゲンに招かれたものの、実際にドレスデンに戻ったのは1635年であった。1641年になると、再度デンマークを長期にわたって訪れている。1655年に、娘のユーフロジーネが亡くなり、同年。 事実上のボルフェンビュッテル学長職を受け入れたこともある。しかし結局はドレスデンに暮らし晩年は不幸であったが受難曲などの作品は演熟し深刻の度を増した。1672年、永年にわたって活動を続けたドレスデンで心臓発作を起こし87年の生涯を閉じた。シュッツはドイツ初期バロック音楽の最も重要な作曲家と 考えられている。若い頃には、オルガニストとして、訓練を受けたものの、やがて、イタリア初期マドリガルの様式で、ドイツ語の宗教的テキストに音楽をつけた、声楽曲を作曲するようになり、宮廷礼拝のように教した。また、宮廷の娯楽やたしなみのための音楽も書いた。晩年の受南曲は、ドイツ風の聖書物語音楽の形式を基礎とし、 これに、イタリア・風オラ・トリオの形式を加味したものである。ベネツヤ学派の複合唱様式、コンチェルト様式、通奏低音処方をドイツにもたらし、宗教戦争時代の苦悩を体験した人として、ヨハン・ゼバスティアン・バッハに至るドイツバロック音楽の基礎を築いた。彼の業績は19世紀後半になって、認識されるようになる。ダビゲシュ編歌集の表紙宗教的合唱曲の、 表紙 SWV は、ビッティンガーによる、出作品目録の番号を。以下、おおむね SWV 順に従う。ありがとうございます。